第1部のエルム湖湿地帯の今からイベントがあるところからですかね。なんだこれは。ん？あー、魔法陣？光の柱、それに地面に刻まれている文様は確か。あー、よくわかるね。光の柱も見覚えがある、あれは確か。かつて学院祭の夜に旧校舎で起きた異変のようだ。あー、へー。なるほどね。それってつまりどういうことだってばよ。その異変を乗り越えた先で教官たちは、まさかこの場所には。あーなかなか鋭いじゃない。え、そんな感じなの。なんか確かに最後の一機がなんとかってルファさん言ってたっけ。戦艦の最後らへんでそういう話ってこと。そして甲板寝るらしい。まさか本当にこんな偏僻なところで会うなんてね。あんたは結社の道化師ですか。おっと、レクターも。レクター・アランドール特務少佐。いや、また会ったな、七組。どうも。元気そうで何より。なんて言える立場じゃねえか。スケアクロー。アランドール、てめえ。ああ、シャロンさん。わあ、国士戦域クルーガー。お久しぶりです、七組の皆さん。ですが、もはや私はシャロンではございません。執行者ナンバー9、国士戦域。改めて見知りおきを。にゃー、あなた方がここにいる理由、どうやらルーファス総督がその光の奥にいるんですね。ああ、やはりか。ご明察。正直、君たちが何で来たのかはちょっと謎なんだけど、総督府としては支援家や遊撃士たちにここでの邪魔をしてほしくなかったから兵友と契約したみたいだね。ああ、そういうことなんだ。無論兵友は信用ならないけど、毒を制する毒として最適だったんだろう。とはいえ、裏切ることが分かっている獅子心中の虫、頃合いを見て支援家メンバーともども亡き者にでもするつもりなのかな。ノーコメントだ。市民の機嫌を取るのもそろそろ必要ねえってことか。ええ、共和国との戦争が始まれば利用価値がなくなるシンジケートも。それがルーファス総督の、いや、鉄血の子供のやり方か。いや、恐ろしいね。アランドール少佐、私には分かりません。あそこまでのことがあって、どうしてあなたはまだそちら側にいられるんですか。ミリアムちゃん。あなたやリーベルト少佐にとって彼女の存在はその程度だったんですか。ある。クロウサギ、つくづくお前さんも変わったな。アッシュも腹をくくったみたいだし、ちょっと安心したぜ。質問の答えになってねえぞ。ちった骨のあるやつだと思ってたが、結局てめえも鉄血の犬ってわけか。
ああ、ミリアムを救えなかった時点で俺もクレアもある意味折れちまってる。どっちも失った家族の代わりをあいつに求めてたんだろう。そして親父の仇でもあるおっさん、どこかで裏をかこうと狙っちゃいたが、結局こちらの数段上で動いてやがった。千年もの呪いに終末を導く黄昏、どんだけ持ってやがるんだっつうの。ただ少なくともおっさんは帝国の呪いを終わらせるために黄昏を引き起こした。ああ抗うだけ無駄な強制力ってやつを根本からリセットして制御するためにも。ああなるほど、そういう考え方もあるか。だったらせめてミリアムの犠牲を無駄にしないためにも動くとするさ。ああそれが俺やクレアが選んだ食材だ。なるほどね。クソが勝手な納得を。根本からリセットってそのために戦争を起こすっていうの？尋常ではない狙いのようだが、それでは本末転倒だろう。ええ、私の仕込みがまだマシに見えてくるほどに。司祭は分かりませんが、尋常ならぬ覚悟でいらっしゃった様子。ならばその望み、私たちを倒して存分に果たされるとよろしいでしょう。私も遠慮なく忌まわしき技を震えるというものです。なんか今線が見えましたけど大丈夫ですか？皆様との思い出をお返しするとともに立ちふさがらせていただきましょう。思い出は返さなくていいです、持っててください。上等だシャロン・クルーガーシャロン・クルーガー、たとえあなたが相手でも押し通らせてもらいます。うん、いや因縁ある者同士の対決って燃えるよねそれじゃあ僕もせいぜいドラマを盛り上げさせてもらおうかな。半月前の支援家と遊撃士の相手はマリアベル城に譲っちゃったし譲っちゃったんだふざけるんじゃないわよ。3ヶ月前のタワーでも思ったけど、あんたみたいなのが一番タチが悪いわよくわかってるじゃん、言うな部外者のくせに面白がって余裕ぶってかき回すだけかき回して、シャロンさんだってそこの少佐だって葛藤して苦しんでいるのはわかる。でもあんたは何、どんな覚悟と決意でそこにいるの？それにクロスベルを裏切ったあんな人の名前まで出して、あんたみたいなニヤケ小僧とっとと退場させてあげるわ。すごいね、言うな。あの総督の企みも暴いて、そっちの陣営の動きを少しでも掴んで、きっとあの人につなげてみせる。素晴らしいな、言うな。ユーナさんだがその通りだ。アイス。さすがにちょっと傷ついたけどそうなの？君が怒っていることは分かったよ。ただまあこれもナンバーゼロの使命、他の執行者ほど勝手はできなくてね。お詫びも兼ねて少し本気で立ちふさがらせてもらうよ。その大言相互に見合った実力せいぜい証明してもらおうかな。上等あなたが怒るなんて珍しいこともあるものですがねこちらも同様だ、本気で行かせてもらうぜ。はい、あれは聖杯でも見せた子供たちの証、黄昏で強まったチート能力だ。チート能力、せいぜい身をもって味わいな。こちらも参ります。死を告げる戦役、ご注意あれ。
まあせいぜい持ちこたえてくれよ。その体現相互ぶり力で示してもらうよ。気を抜けば死あるのみですわ。はい、40カウント以内か。そしていきなり口から持ってかれるけど、これ使わなくて大丈夫？アッシュあたり使うか。アッシュどこだろうな。あ、無理だよ。因果を喰らえ、ノイジーフレーム。ナイス、いいじゃん。バーストしてもよかったけど。それシャラクセシャラクセ。ちょ、待って待って待って、これ何、上書きできるの私。あ、待ってーオーダーが封じられてるんだけど。マジか。ソードダンスするね。わあ、そっか、敵がオーダーしてきたらダメなんだ。行くぞ。敵がオーダーしてくるっていう発想は全くなかったな。マジか。そこだ、そこで決断。はい、いや、ふん、待って待って待って、どうしよう。止めるか、止めよう。もらったぜ。けど全部持ってかなくていいんだね。リベクターを、レクター一番最初に来そうかな、どうかな、わかんないけど。てか、え、あ、え、詳細情報、敵のオーダーって CP、EP 2倍って書いてなかった？使って2倍で強くなるってことかな。レクター少佐、アイアンブリートの一人で情報局に属する特務少佐、因果率を操作する能力で戦況優位に運ぶ。終わった。シャラクセ、いいね。わーい、やだ、燃え尽きる。やだやだ、ちょっと待って。よーし、これは起こした方がいいな。クルト君なんかしよう。道具の全状態上回復のなんかなかったっけ。ちょっと待って。回復をついでにしたかったけど、ちょっとどれですか。どれかわかんないので、キュリア使おう。クルト君、あれはなんだろうな。で、アッシュも寝てんのかーい。バランスダウン入ってんだ。プレゼントだよ。なにそれ。それそれそれ。あー、クライア、うわー、なんだこれ。未熟だ。いきます。マジなん。生き返らせられないセラス誰が持ってるっけ。アッシュか。アッシュがセラスあるから、で暗闇だから、じゃあどうしようかな。オーダー1で使えるものないよね。ティアラをこうかな。いきます。40カウント以内か。アッシュー、あ、ナイスナイス、ありがとう、ユーナ、パチパチ。すごい。ちょっと待って、フレアネサーズするか。どうしようかな。回復が誰ってするか問題な。はいいか、回復はいいのか。シャイニング近かったら、シャイニング入れたかったな。どうしよう、これどうしたらいいかな。アルティナの炎が2でしょ。ごめん、お願い。お任せください。ミルティーバレットじゃなくって、あ、こうなる。ん、待って、これ戦闘部の解除できるんだ、これ今気づいた。衝撃の雨、すごい。我らに癒しを。ありがとう、ありがとうよ。はありがとうよ。俺の番だな。知らんやった。ちょっと待って、じゃあアセラ、あ、でもアセラスはした方がいいよね。あ、待ってよ、いやこれもし変なことされたら嫌だから、普通に回復しよう。6000回復でいい。6000回復じゃん、足りん。
ヒアラル使うか。それいや、そろそろ湯料理するべきなのか。ありがとう。はい、さーてと、こんなのはいかがでしょう。これってディレイつくんだったっけ。うん、だよね。ナイスー。で、アッシュが風にかかっちゃったな。救護します。ありがとう。デートします。で、ミューゼが交代で入ってきたんでちょっと遅いんですよね。あら、アッシュ俳句はいいか。どっちかっつーと、ラグ…あ、待って待って、リフレクターしなきゃ。シャロンさん、サーチモード起動。いけるのかな、これもう半分過ぎたわ。地戦のクルーが結社執行者ナンバー10…じゃない、9。シャロンの名を捨て、視線を告げる戦域を張り巡らせる。イクシオンボルト、大丈夫ですか。なんか魔法回避とか吸収とかつけたけど、あれはこのメンバーじゃない気がする。遅い。いいぜ。アッシュ何するんだっけ。アッシュ何するんだっけ。バランスダウン入るんだこれ。アッシュ200でしょ。ノーブルライズして、風味入ってる。あれ？アッシュが風味入ってると思ってたんだけど、私。任せろや。デッドリーサイズどっちが強い？デッドリーサイズの方が強い。ほらよっと。生きやがれ。崩れたぜ。はいはい。続きます。それ。行きます。行きます。アーツしか使えないのだが、どうしますか？待って、クロノ、クロノバーストする？クロノバーストしたらどうなるんだっけ？シューニングするか。いや、回復しよう。入らないよー。入らないよ。しょうがないな。アークス駆動。あ、やだ、そういうの。なんですかね。なんですかね。運が悪かったな。能力低下か。ムーブも下げられたね。助かりました。アッシュどうする、あれ。よし、とりあえずレインスラッシュ。あ、違う、こっちだ。で、レッカーは解析したんよね。あ、そうだそうだそうだ、風儀になってるから崩れてもダメなんだ。ちょっと待って、なんかああいうのってどうなるの。そう、なんかね、さっきウォーリアーゲインが使えることに気づきました。これ私 CP23 1人かと思ったら全体なんだね、これね、っていうことに気がついたんですけど、あれ変なことしてこないっていうのが気になるので、こうしときます。敵のオーダーがどうなる？あー、赤外ね。まあ、赤外。シャッフル、シャッフル。わあ、そうか。場所が完全に変わるんか。ありがとうよ。これ結構使いやすかったもんね。ナイス。あと10ターンなんですが。ちょっと10ターンなんですが。バトンタッチです。任せて。ウェアネスハートして、やー、フレアネスハート、いきますね。あと、一人ね、アナライズしてない人がいるんですよね。回復するか、ここは。衝撃の雨に我らに癒しを。
ありがとう。ありがとうよ。で、任せろや。それってアナライズして大丈夫ですか？一応道具使っとこう。バトルスコープをして、道化師カンパネルラ、剣者の執行者ナンバーゼロ、置かれた立場の使命のためトリッキーな技を繰り出し相手をもてあそぶ。はい、それ負けないで。ありがとう。あ、いいねいいね、それ超いい、本当に。あー、でも切れちゃうんだよな、切れちゃうな。好きなクリティカルでやりたかったな。どうしようかな、ここなんか、そうなの、ないんだよね料理があげたいけどないんだよね。ここはね、ノーブルライズして、火をつかめ、ノーブルライズ。僕の番だ。あと3、あと3回か。ここはもう畳みかけるしかないね。じゃあチェンジ。あ、忘れてた。ひどいことするな。忘れてた。とどめだ。楽な。いけ。なるほど。相当な覚悟のようですね。はい、そうなんです。結構やりやがるな。派手に踊るとしようや。そら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 。お年目するにはまだ早いぜ。行ってください。メリアル、メリド。いい夢は見られたかよ。いける。ゲーがないけどゲーがないけどいける。これで決める。やー、もう一度。とどめよ。いけ、ユーナ。エクスルーブレイク。おっと、よっしゃ。へー、言うだけのことはあるかな。あー、ぶねー、ギリギリ。危なー。ナイスファイト、みんな。お、2も上がる。みんなレベルアップありがとう、おめでとう。はい、 AP さんもらいました。なかなかやるじゃない。俺のチートになんとか食い下がるとはな。お見事です、皆様。強い。ほんと強い。あの少佐の異能は、しかもまだ余力を残しているみたいだ。いや、正直見直したよ。一月前とは大違いだ。新七組の諸君は特にね。そんな君たちが各地を回る理由、改めて問いただしたくなったかな。教えないよ絶対に。どうやら奥の結界じゃなく黒煙のプレロマ層にようらしいな。ただの勘だが、リーンの居場所につながる何かか。おお、みんな顔に出しちゃダメだよ。は、何のことだ。合点いたしました。それでは必死なのも当然でしょう。ですが、彼の地はあまりに遠く、深き闇と絶望に閉ざされたる領域。へー、せめてもの慈悲、その儚き希望、この場で打ち砕かせていただきます。やってみるがいい。何をやっているか、貴様ら。誰だ。ああ、ビースト隊の人たち。
まさか手配中の7組か。封鎖の裏をつくとは。うわ、分が悪いな。あれは反対側で見た新型の。ああ、魔光騎兵だったかな。魔光騎兵っていう名前なの。はあ。黒の工房と RF グループが共同開発した特別機みたいだね。うわ、マジか。そういう感じなの。帝国最大の重工業メーカーが地製の工房と。ねえ、表と裏の合作ってわけかよ。やべえ。愚かな。クルーがどういうことだ。私はすでに RF とは無縁ですが、尋常ではない機体でしょう。このままでは総督不付きの面目が立つまい。アランドール少佐、客人方もこの場はどうかお任せください。ま、仕方ねえか。このままおとなしくお縄につきそうにはないけどね。当然でしょ。ある。はい、クラウス。行きますか。いやー、まああの3人よりはこっちの方が。汎用魔光騎兵ゾルゲ。気候兵、報告通り隠しながら運用するとは。だが従来機ごときでこのゾルゲにかなうと思うか。目が死んでるんだよな。あれは何度か戦った魔光兵みたいな。これどうやらその技術を応用した機関を搭載しているようですね。やだな、回復とかしたら。何でもありだな。だがここが正念場だ。負けるわけにはいかない。ね、負けるわけにはいかん。サポートは任せろ。存分にぶつけるといい。はい。いやー、やっぱり3人か。3人よね。意外とミューゼってスピードないんですね。迷うなこれ。どうする。本当に迷うんだけどこれ。ミューゼは回復があったよね。まだ一回も使ってないから入れたい感じはあるんだよね。で、ユーナは全体、ちょっとこれさ、ステータス見たくないですか。ステータス何の技があるか見たくないですか。確か全体が攻撃あるんですよね、ユーナ。火力で言うと、なんか足がそれは上よね。どうしよっかな。ちょっと待ってね、相当悩むわ。バーストドライブか。ここ変えようかな。あ、そっか、そういう風になるんか。 STR、待って。これでいいかな。いや、ちょっとリュウユーナのディフェンスが少ないのがすごい気になる。まあそれ言ったらミュウでもなんだけど、どうしようかな。まあこれでいってみようかな。はい、というわけで今回のパートはここまでです。ありがとうございました。